お花紙で作る松竹梅、松の作り方です。青緑色のお花紙を半分に折り、それを6等分の屏風折りにします。6等分の屏風折りは12等分の型紙半分を使うと簡単にできます。型紙の作り方は一発屏風折りをご覧ください。屏風折りができたらそれを半分に切ります。それをさらに半分に折り、一番端が輪になっている方から丸く切り落とします。真ん中は三角に切り落とします。丸く切り落としたところをハサミの奥の方を使ってまっすぐに切り込みを入れていきます。焦げ茶か黒のモールを10センチくらいに切り、半分に折ります。それをお花紙の真ん中にかけ、ぎゅーっと絞ってねじります。屏風折りにしたところを開いて折り山を折りつぶし、2枚重ねになっているところを開きます。反対側も同じようにします。これを2つ折りにして形を整えたら、モールを開いて先を曲げ、松の枝を作ります。お花紙1枚から松が2つできます。松の幹は茶色のお花紙をくしゃくしゃにして、水のりを少しつけて形を整えます。ここに松葉を貼り付ければ松の木の出来上がりです。竹や梅を加えて松竹梅にして飾るといいでしょう。幹がなくてもお正月らしい飾りになりますので、工夫して使ってみてください。